おはようございます。大人水族館のしゅんです。行きつけの爬虫類ショップエキゾアシスで餌を買いに行った際にハリスホークの餌やりを見せてもらってきました。ご覧ください。ヒヨコとかヒヨコとか。なるほど、カットしたやつって感じですか。そうですね。なんかオスの方が、はいはい、食うるさい。どっちがオスですか？上と下は。下がオスです。下がオス。もう食べるだけなんですけど、もうなんか主体の場所に置くだけですね。あ、なるほど。これ怒ってないですか？普通。いや、なんか取られると思ってちょっと警戒をしてる。ああ、なるほど。おお、びっくりした。ちょっと本当に怖い。おお、びっくりした。ちょっと本当に怖い。あ、本当ですか。サイズ的にちょっと出せるやつが。全然大丈夫です。大丈夫そうですか。はい。他にもたくさんの魅力的な生き物で店内は溢れてましたね。というわけでエキゾアシスに行って、ハリスホークの餌やりを見せてもらうと同時にですね、こちらのハツカネズミちゃん、餌用のマウスを2匹買ってきましたね。我が家の餌用でね、爬虫類の餌用として購入しましたけれども、出番がなければペットみたいな感じで我が家に、我が家で暮らすことになります。基本的には冷凍マウスを使いますけれども、サバンナモニターや青大将などに場合によってはカツマウスを与えることがあります。そんな感じで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。